正澄影なお。差し物激戦すでに終盤、逃げ遅れて袋のネズミとなりし島津勢は大胆にも手中に勝つを求めるべく東軍の中央突破を試み申した。Yeah!
て関ヶ原の合戦は6時間にわたる死闘の末、東軍の圧勝と相なり申した。戦死者の数は双方合わせて6000とも8000とも伝えられ申す。三成めは逃げたか。恐れながら行き方知れず。明日は山狩りじゃの。は。蓋の根を開けても探し出せ。奴は生け捕りにできる。かしこまりました。影直。お。これらの首を関ヶ原に埋めてやれ。丁重に葬り、供養塚とせよ。心得ました。生きてるぞ。未曾有の合戦にあたり、諸将志を一にして奮励努力の段、家康ほとほと感じ入り申した。まずは戦勝をがし立てまする。おめでとうございます。おめでとうございます。直政。あ、傷はどうじゃ。あ、大事ござりません。さりながら島津義弘を取り逃がしたのは痛恨の極みに存じ立てまつりまする。どうせ捕まる。薩摩までは逃げ切ればい。忠義はどうか。かすり傷にござります。両人ともようやった。あとで薬を届けようぞ。ありがたき幸せ。お辻なら10万の敵を半日で壊滅せしめたるは前代未聞のこと。これすなわちワイフ殿のご意向によるものと存ず。いかにも。祝杯じゃ。祝杯。おー、はい、あまたれよ。家康が今最も憂いといたすは諸将の妻子、今の人質として敵のもとにあること。我ら数日のうちに大坂に至り、速やかにこれを救出せん。しかる後に祝杯をあげとお存ずる。少子、次は大坂だ。うわ、ついては南宮山にて毛利勢を抑えたる吉川広家殿より書状をもって伝言これあり。後日大坂において照本殿と共に御礼申し上げなんと。祝着なり。小早川殿。ははそなたの加勢なくばかかる大勝利はおぼつかなきこと。さらば家康、神帝より御礼を申し上げる。滅相もない。過日は秀明、心ならずも伏見城攻めに参画いたしたる段、伏してお詫び申し上げ立てまつる。本日の選考、その罪を補うてあまりあり、以降は